はい、行きましょう。ガチヤグラ箱ふぐ倉庫、タッグマッチやっていきましょう。さあ今回はどうなるか。前回よりはね、レベルもね、相手チームの腕前ランクも低めになってるんで、前回よりは大丈夫なんじゃないかなと思いますが、うーわ、それでもそうよな。もうあれなんだな、やっぱ一瞬顔出してその瞬間に当てるっていうのがもうあれデフォルトなんだな。面白い、勉強になるわ。おっと、なるほど。待って、俺じゃあちょっと後ろからやっぱ援護する形で、待って、当たんね。やばい、メガホンレーザー貯めたいな。やばい、来た。おっと、うわー、ナイス、強えなー、妙に強えなー。ここに1個いくか。どうしたかな、俺乗った方がいいかな。よいしょ、あ、本格的、よし、あー、お、いいね、俺も飛ぼう。よいしょ、おお、危ねえ。おっと、ジャンプビーコンは1個だ。よいしょ、おっと、よし、と動けん、動けんぞ。よいしょ、真ん中までは自動的に行かせよう。もうあいつほんま、くっそー。よいしょ、よし、射程距離で勝つ。あー、ラピッドブラスターか。よいしょ、やばいな、サージャーサングル危ないわー。いけ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 、危ない。おるか、おるんかい、おらんのんかい。かつえわー。よしよしよし、こう飛ぼ飛ぼ。ちょっと待って、ちょっと危ないぞこれは。よいしょ、危ない、ちょ、危ない、あーかー、いけるか、あー、やっぱりなー。足場をつけるよ。近づけねえんだけど、マジで危ない。うわ、あやばい、やっべえな。
っと待ってよ。待って、とにかく、あー、飛べねえ。くっそ。はぁ、マジっすか。いやー、きついなー。すごいなー。すごい世界だなー。そっかー。やばい。ちょっと待って、援護、矢倉乗るのも大事だけど、ちょっと死なないパターンに行くパ、死なないパターンで行くか、矢倉にガンガン乗るかのどっちかなんだよね。うん。そこがどうなってんのかなんだよ。どっちかなんだよ。いやー、恐ろしいなぁ。あ、かなみんさんが、あれかな？通信エラーなのか、何なのか。よっしゃ。まあでも今回ね、良かったと思うよ。ルーさんともね、タグマッチやりたいよねっていう話結構前から出とったし、うん、やっと叶ったかなっていう感じではありますよね。いやー、でもこのチャンネル立ち上げてすぐの時とかさ、別にフレンド合流とかやろうっていう発想すらなかったけどさ、ありがたいことよね。そうそう、ゆうちよさんが最初にフレンドになったんですよ。そう。あれだね、Wii U の、何このさ、フレンド管理みたいな画面があるじゃん。あっこで見たら、あれ古い順に一応並んどんじゃね。で、一番上がログインしとる人みたいな。一番下のところにやっぱゆうちよさんおるわ。デビルさんとかルーさんとかな。そう、最初の方のメンバーですよ。ありがたい。うん。よっしゃ。で、そんなメンバーたちとフレンド合流やるようになり、何？プライベートマッチやるようになり、そして、昨日からかな？タッグマッチやるようになったと。なんかこう、進展していっとるよね。でだんだんとこう内容もさ、俺が最初、このチャンネルよりも前にチャンネルがあったんだけど、そっちでは最初も縄張りバトルばっかりやるわけ。縄張りバトルメインのチャンネルっていう。誰が見るんっていうんです。でも見てくれたんですよね。ありがたいことに。本当に。縄張りバトル中心の初心者のチャンネル。すごいよね、今から考えると。まあ今も初心者みたいなもんではあるけど、まあでもその時に比べるとね、いいですよ。やっぱ。マシにはなってると思います。あ、やばい、バカバカバカ。あぶ、あー下がらないといけなかった。真ん中にジャンプピークもあるけ。ちょっと飛ぼう。よいしょ。乗るか。ピー。おー、バーレスピー。バーレスピー、危ない。あれ、計算なんかな。スプラッシュシールドがあって、後ろにスプラッシュボムがある。おー、危ないよ。危ないっす。あー。かー。厳しいなー。よし、じゃあちょっと趣旨を変えてみようか。おぉ、待て。危ない。危ねえ。バレルスピナーにやられた。どうしようかな。やばいな。カウントやばいな。とりあえず、そこで、あー、いけん。あー、いけん。あ、やばい。どうなってる？おった。よいしょ。やばい。
とジャンプビーコンに飛んで。待ってよ。仲間か、あれ。やばい、インクインク。さあ、やっべえなあ。あと2分か。待って、やばい、あぶね。うわー、そんなとこに乗るんじゃなかった。ちょっと待って、これね、あ、大丈夫か、よかった。ここに隠しとく。うっそー、やっべえなー。飛べるかなー。危ねえな。もうイラッとするわー。強いね。やばい。うわー、ナイス。待ってよ、ここに置いて、ちょっとでもこの辺を。あれ、どこ行った？やべえ。うまくいかねえな。おら、怖い、やばい。くっそ、やべえ。待て。やばい。うわー、やーばい。そうですかー、やられたな。つえな。ノバネオがやりおるな。そうですか。じゃあとりあえず一旦終わろう。ありがとうございます。